おはようございます。今回はですね、ミニトマトの、根っこを伸ばす水やりのポイントについてお話ししていきたいと思います。これは脇芽を刺して植えたやつなんですけど、今ですね15日目になりました。でだいぶ活着して根がね伸びてきたんで、これを普通のポット内から植える人とかも一緒なんですけど、だいたい10日から14日ぐらいに根っこが張ってくると思います。根っこが出てくると思います。でその目安としては、葉っぱが横に広がっていくんですよね。ちょっと焦げちゃってるんですけど横に広がって大きくなっていきます。葉っぱがで茎も太くなってくるし、太陽の光に当たってもしおれなくなってくるんですよね。はい。で、だいたいしおれなくなってきたなって、葉っぱが横に広がってきたなって思ったら、ここがポイントなんですけど、それまでは水をたっぷりやるんですよね。しおれないように、枯れないように。たっぷりやるんですけど、10日から14日目で活着したなと思ったら、一旦水を切ります。もう今僕は4日ぐらいやってないですね、水を。やらなくても、こうやって、ちゃんと育っているんですけど、逆にずっと水をやってしまうとですね、もう根っこが水分があるから、もう動かなくていいやと思って、そのまま張らないんですよね。で、上だけ見かけで、ね、ミニトマトが育っていくんですけど、根っこは張ってない状態だと、実がなった時に負担がかかって、芯が細くなっていくし、この茎が。で、病気にもなりやすいし、そして風とか吹くと、すぐ倒れやすくなるんですよね。で、水を切ることによって、なくすことによって、根っこが下に下に水を探しに行くんですよね。はい。だから、まだね、掘ってみて、全然水分が残ってるので、もう少し水を切りますね。で、畑とかに植える人とか、農家さんでもいると思うんですけど、2週間とか1ヶ月切る人は切りますね、水を。やらなくなります。で、しおれなかったりすれば全然問題ないんですけど、さすがにここがね、乾いてきたり、しおれてくるなっていう時は水を、あげた方がいいと思います。はい。よかったら参考にしてみてください。僕もですね、これ、どんくらい水を切るのか、ちょっとね、今様子見なんですけど、まだ、1週間ぐらいは水やらなくても大丈夫かなって今思ってるので、ちょっとプランターはね、プランターのデカさとか、サイズとかによっても水の乾き方とか違うと思うので、そこは個人差があると思うんですけど、僕はまだ、ほら、全然土が湿ってるので、まだしおれないと思います。はい。ポットから苗を買った人とか、結構わかると思います。出してみて、で、根っこをこうやって見てみると、張ってない時があるんですよね。全く。それは、水分のやりすぎか、全然手入れをしてないかですね。はい。逆に水をやりすぎても根っこが動かないので、甘やかしてしまうので、そこのメリハリがね、ちょっと大事になってくるので、よかったらね、参考にしてみてください。ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。